策で社会保障分野は経済とは関係ないという固定観念から抜け出すことが経済対策の大前提として立憲民主党は皆さんにお訴えをいたします。総理は所信の中で少子高齢化を国難と表現しましたが、年金制度について一言も触れませんでした。高齢社会対策対抗案では65歳以上を一律に高齢者と見る一般的な傾向は現実的ではなくなりつつあると指摘するとともに、公的年金の受給開始を70歳を超える場合も可能とする制度の検討が盛り込まれました。健康で意欲のある高齢者が働ける環境を整えることには賛成ですが、病気や貧困に苦しむ高齢者の切り捨てにつながることがないようにしなければ本末転倒です。高齢者の貧困に関する認識、特に単身で高齢の女性の貧困が問題となっている状況と原因、対応策について総理にお尋ねをいたします。生活扶助基準や母子加算の見直しなど生活保護制度についても現場の実態に目が向いていません。今回の見直しでは子どものいる所帯では4割以上が、一人親所帯に絞っても4割近くが減額になり、全体では3分の2を超える所帯で減額になります。減額の規模は月数千円です。しかし例えばこの冬は葉物野菜が高騰し、例年の2倍以上、白菜一束が1000円近くにもなり、4分の1などにカットしないと高すぎて売れないという声まであります。毎日スーパーのチラシを見て100円、10円、それどころか1円単位で安いものを探している人がたくさんいるのです。ましてや生活保護で何とか暮らしている皆さんにとって月1000円は大金です。生活扶助基準などの見直しは一般の低所得所帯における消費水準との均衡を図ったとも言われています。確かに正社員と変わらないような労働をしながら生活扶助基準よりも低い収入しか得られていない非正規労働の方もいらっしゃいます。しかし低い方に合わせて生活扶助基準を引き下げるのは本末転倒です。そもそも低所得所帯の消費が減っているということはトリクルダウンが幻想であったことの何よりもの証であります。生活保護は憲法に規定された健康で文化的な最低限度の生活を保障する最後の砦、従来でもその水準に足りるものであったとは思いません。フルタイム的に働きながらこれより低い収入しか得られない人がいるならば、最低賃金の仕組みなど労働法制の見直しで賃金底上げを後押しするべきであります。立憲民主党は今回の見直しのうち減額部分については中止するべきであると訴えます。現在とそして見直し後の生活保護による給付が本当に憲法で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営むに足りるものであると考えているのか、総理の認識をお伺いします。また生活保護というと不正受給の問題ばかりが注目されがちですが、実際にはどの程度であるのでしょう。逆に生活保護の受給資格があるのに受けていない人はどの程度いるのでしょうか。厚生労働大臣にお尋ねします。当然のことながら不正受給の存在と給付水準とは全く別次元の問題ですが、念のため総理の認識を伺います。給与所得控除の見直しによる所得税増税が提案されています。低所得者層を対象から外したことは評価をいたしますが、年収850万円からの給与所得者が狙い撃ちされているのは取りやすいところから取るという姿勢であるとの批判を免れません。また消費性向の比較的高い中間層の消費を冷え込ませ、経済対策として逆行します。立憲民主党は税による再分配機能の強化を主張していますが、最優先は金融所得に対する分離課税の見直しであります。
利子、配当、株式譲渡などのいわゆる金融所得は 20% の分離課税です。他にどんなに多くの所得があっても 20% しか所得税がかかりません。そして多額の金融所得を得ることのできる人の大部分は高額所得者です。金融所得と他の所得を合算すると高額所得者ほど金融所得の割合が高くなり、その部分は 20% という低い率ですから、年収1億円くらいを境に実質的な税率は下がっていくと言われています。金融所得課税を強化すると資産家が資金を海外に逃がしてしまうなどとの指摘もあり、やり方やプロセスには十分な考慮が必要です。しかし取りやすい中間層の給与所得を対象にするのではなく、金融所得に対する課税こそ強化すべきであります。金融所得を合算した総合的な所得に対する所得税の実質的な税率を見たとき、所得階層別にどうなるのか調査等をしているでしょうか。そしてどのあたりの所得層からどの程度実質的な税率が下がると認識しているのでしょうか。財務大臣に伺います。新設される森林環境税については、森林面積という明確な基準で市町村に贈与される制度とされており、過疎などに苦しむ地方自治体の財源を確保する制度として、その狙いは理解します。ただし目的税という手法では使い勝手が悪く、無駄遣いの温床にもなりがちです。贈与された市町村と、そして森林保護という目的にとって真に役立つ財源とするには、その使い道について市町村に幅広い裁量を認めるべきです。総理の見解をお尋ねします。佐川国税庁長官は理財局長在任中、森友学園に対する国有地の売却に関し、価格について国から提示したことも、先方から希望が示されたこともない旨を答弁しています。しかし、近畿財務局との間で、具体的な金額を示したやり取りがあったことを示す明確な音声テープが明らかになるなど、これが虚偽答弁であったことは、すでに明明白々であります。また、佐川長官は、交渉記録を適切に破棄したとの答弁を繰り返しましたが、10年分割払い、買い戻し特約付きの売却である以上、売買契約が成立しただけでは事案は終了していません。破棄そのものが虚偽であったことを示す事実も明らかになってきています。また本当に破棄していたならば、公文書管理法違反です。このような方が、徴税事務の最高責任者である、国税庁長官に昇進しているというのは常識では考えられません。佐川長官は税関係の業界誌で、些細な問題でも対応を誤れば組織の信頼を失ってしまいますと述べています。また職員向けの訓示の中で文書管理の徹底を指示していました。もはや怒りを通り越して呆れるばかりであります。このような長官の下で、証拠書類を誤って破棄してしまった納税者に、書類がなければ税の減額ができないと言っても、説得力はありません。徴税事務の信頼を守るために、今すぐ佐川長官を更迭すべきであります。総理及び財務大臣の見解を伺います。またこうした事態は予想されたことであったのに、あえて佐川氏を国税庁長官に昇進させた責任をどう考えているのかも含めて、お二人にお答えいただきたいと思います。佐川長官は先ほどの業界誌でリスク管理に関し、必ず上司に報告するよう徹底させています。とも述べておられます。当然のことながら、佐川長官ご自身も理財局長当時、必ず上司に報告するよう徹底してきたことだろうと思います。価格のやり取りがなかった旨の答弁や、交渉記録の破棄についても、当然上司である財務大臣に報告していたはずでありますが、いかがでしょうか、認識をお尋ねいたします。労働法制の改定については、一歩前進の部分もありますが、法定される時間外労働の上限は
休日労働を含んで月100時間未満、いわゆる過労死ラインを大きく超え、過労死容認法案になりかねないなど、問題山積であります。特に問題なのは、裁量労働制の拡大や、高度プロフェッショナル制度の導入という、いわゆる残業代ゼロ法案というべき内容が含まれていることであります。ただでさえ、サービス残業という残業代を払わない違法行為が蔓延している中で、このような制度を作れば悪用される恐れが大きいと言わざるを得ません。裁量労働